ブランドフォードストリート駅は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンの、マサチューセッツ湾交通局グリーンライン B 線の路面電車停留場。ケンモアスクエアから2ブロックにし、ボストン大学東端近辺、コモンウェルスアベニューの中央分離帯、シルバーウェイとブランドフォードモールの接点に位置している。B 線上下系に路線及びそれに沿った低いホームが、両側にある。ケンモア駅で、 B 線、C 線、D 線に分岐した後、B 線下り方向最初の駅である。ブランドフォードストリート駅は、B 線路面電車停留所で7番目に混雑する駅であり、平日平均約1540人が利用している。2003年頃から、グリーンラインの路面電車停留所のホームの多くが8型路面電車に対応して低く設計された車椅子対応であるのに対し、 この駅での車椅子利用は困難となっている。1943年、ブレイブスフィールドに向かいブランドフォードストリート、ポータルから出る、下り列車。コモンウェルスアベニュー線は、当初1896年から、後の A 線の一部として使用された。1914年10月3日、ボイルストンストリート地下鉄がケンモアスクエア東の、ケンモアポータルに開業し、 路面電車がトレモントストリート地下鉄トンネルに入り、走行するようになった。1932年10月、県間駅が建てられ、ブランドフォードストリートポータルがブランドフォード、ストリート東に建てられた。それ以降、路面電車はブランドフォードストリートに停車している。しかしグリーンラインの他の路面電車停留場のように、ブランドフォードストリート駅も単なる停車場であって、 地下鉄駅とは考えられていなかった。1980年代、3車両分のアスファルト製ホームが建てられ、その頃、あんた地下鉄路線図に別個の駅として登場した。駅名に付けられたブランドフォードストリートは、もう通りなには存在しない。2012年6月、ボストン大学は歩行者天国にするため、カミントンストリートとハインズデールストリートを買収した。 2012年7月30日、ボストン大学はこれらの道路を車両通行止めにし、ブランドフォードストリートをブランドフォードモールと改名したが、駅名は以前のままとなった。ポケットトラックにいる電車ポケットトラックは、駅西側、ブランドフォードモールとグランディストリートの間にある。C 線にも D 線にもポケットトラックはなく、セントラル鉄道において、最西にある、仕切られていない。 ポケットトラックとなっている。日中あるいは夜間に待機場所として使用されることが多く、故障があった場合に一時的にここで待機する。ボストンレッドソックスの試合、またはフェンウェイパークでの大規模なイベントの際、増発現車がここで待機し、ケンモア駅からパークストリート駅の間で運行する。2011年4月9日、試合後の試験運行が行われ、待機所として使用された。 B 線が修理、事故、気候の問題により運休となった場合、セントラル地下鉄からの短縮ルートとして、生誕の折り返しとして使用されることもある。臨時列車として、混雑時期に地下鉄の乗客をカバーするため、ブランドフォードストリート駅から運行することもある。1977年1月1日、この臨時列車が始まり、 1982年7月24日から9月10日までシーセンの修理による運休のため増発された。1985年12月28日からのハンティントンアベニュー地下鉄運休の間もブランドフォード、ストリート駅とリーチメア駅の間は通常運行された。1986年7月26日、臨時列車を再開し、12月26日、 他のカットバックを使用し、増発を開始した。1988年9月10日、臨時列車は大幅に減らされたが、2008年9月1日、ブランドフォードストリート駅から、再び増発した。57ウォータータウン、ヤード駅、ケンモア駅から、コモンウェルスアベニュー及び、B 線に沿って、ニュートンコーナー駅&、ブライトンセンターバス停留所を通り、ブランドフォードストリート駅に停車する。 しかし双方の接続は一般的に近くのケンモア駅かパッカーズコーナー駅で行われる。ありがとうございます。